じゃあともちゃんの代わりにレッツスターティング。ちょっとあの植毛のダウンタイム明けで帽子かぶっちゃってるんですけどごめんなさい。はい、であの今選手の声が聞こえてるんですけども、これ以上ない BGM だと思うんでその辺も、はい、であのこの天使の声はですね、あの僕がお願いして彼に泣いてもらってますので、大体歌ってもらってるって言った方がいいかな。なんで幸せでしょって感じでございます。すいません、勝手にスターティンやっちゃいました。いいっすよ、改めてスターティンちょっと。あ、始まってるんですか。はい、じゃあ遅れたスターティンでお願いします。スターティン。ありがとうございます。いただきます。ネギトロシラス丼。塩分もちょうどいいというか、嬉しい。でネギトロは周りを海苔にして、シラスの方はあの大葉、やっぱ香りもいいやつですね。ちなみにあの右斜め前にはケンチャンネルさんが今召し上がって、ゆりもりちゃんも召し上がってるんですけども、概要欄に二輪からしてきますのでお楽しみください。鳴き声聞く方が安心しますよね、大人としては。お米結構ふわっと仕上げてもらってるんで、ギュって感じじゃない。いや、ケンチャンネルさん前で夢でした、本当に俺。子供にしかないパワーってありますよね。こう言葉じゃないくて、なんかこうなんつうんだろうな、もうなんか幸せな気持ちになってる。まあものすごい永久庵さんは平和な空気で包まれてます。全体的に店内が。久しぶりのおげなんで勢いよく食べ過ぎちゃって詰まっちゃう。
気をつけてくださいね、みんな。これね、あのネギトロね、すごいうまいですよ、うまいですけど、あのやっぱシラスの重量の感覚とはもう比べ物、なんかこれはふわってふりかけみたいな感じです。これはもうなんかカレーみたいな感じ、重さが全然違う。美味しいです、どっちも美味しいんだけど。やっぱ冷たいんで体が冷えてくるから、あったかいのとうまく水分でこう落とすのもありますけどね。元カノカットしませんからね。群馬のゆりもりちゃんでございます。群馬といえばゆりもりちゃん。はい、というわけでここからはアフレコでお送りさせていただきます。よろしくお願いします。ちなみにこれは倍速 ×8 をしている状態でございます。まず、植毛をねこう最近やったんですけれども、でダウンタイムっていうか、まあ落ち着いてきている状態なんで帽子かぶってるんですけど、そのちょっと僕の希望で結構こう髪を短くしてもらったんですよ、後ろをね、こう剃るところ剃ってもらったんですよ。でそのまあ仮乗りでもうこれでいいですみたいな感じでやって、後処理アフターケアがあるんですけど、僕その髪型のねセットのし直すみたいな、僕それやんなかったんですよ。大丈夫っすとか言ってしたら、なんか思ったよりもなんかいい感じになってしまい、ちょっと帽子をかぶらないとちょっとこうフォローしきれなくなってしまったので帽子かぶってると。なのでこの植毛後の動画に関しては、帽子とタオルでいきたいと思いますので、ちょっとね
マナー的にどうなのっていう方いらっしゃると思うんですけども、ちょっとなんつうか温かい目で見ていただけるとありがたいなと思う感じでございます。で、多分キャップがメインでいくのかな、うん、って感じでございます。でですね、今回、このおけもりのチャレンジ、まずその休憩というか休み明け1週間以上明けた、1週間ぐらいかな、大食い明けたの1週間以上明けたかな。そのまあ激しい運動とかできないんで、食も直後っていうのはねあれなんですけれども、まあ AQ1 のともちゃんにちょっと休み明けっていうのも予約させていただいてね。で、その内容は当日知りました。あ、前日だったかな。で、こんな感じで行きますねみたいな。で、当日料としますっていう風に聞いてくださって、いやもうそれはお任せでって言ったんですよ。したらこうトータル9が来るっていうま感じだったんですけど、まあ、すごくやってて面白かったです。で、紅白おけもりの内容改めて、ネギトロ丼とあとしらすかな。でね、これかなりねご飯はねふっくら持ってくれてます。なので見た目はどっしりというか、もうビッチビチやぞって感じなんですけど、ガッチガチやぞみたいな感じなんですけど、逆で超美味しい寿司みたいな、口の中入れた瞬間ほろけほろっとこうほどけるみたいな感じ系のご飯です。で、しらすはね塩分効いた感じでふわっとした感じなんですけれど、ネギトロがやっぱどうしてもねこうやっぱズシッとくるんですよ。本当にもう5日目のカレーみたいなドロッドロな感じというか、どっしりって感じなんですよね、腹にくる感じが。だからでもその辺で、このね画面だとちょっと分かりづらいんですけど、まず4分の1僕しらす食べたんですよ。でそっから、全部のネギトロほぼ 98% ぐらいの90% ぐらい 95% ぐらいのネギトロ食べてから、そっから、しらすを攻めてって感じなんですけど、入らない、もうお腹いっぱいになりすぎて無理だなってなってくると、もう骨がきしんで痛くなってくるんですけど、もう結構もう序盤というか中盤ぐらいでも骨が痛くなりだしてて、こっからはもうゆっくりゆっくりこう広がってくれるのを待ちながら、じわりじわり気を折らない、心を折らないでこう広げていくというかいう感じなんですよね。この痛みに耐えながらみたいな感じなんですけど、ケンチャンネルさん初めてお会いさせていただいて、でその僕のね、僕からやってる人間からすると右斜め前の方に座ってるんですよ。で僕の右にはゆりもりちゃんいてって感じなんですけれども、やっぱチラチラ見えるんですよ。でケンさんも結構でかいの食べられて、まあ詳細はネタバレになっちゃうんで言わないですけど、まあ結構っていうか相当でかいの食べられてて、でまあいい感じでなんかこうすごいシンパシーを感じた。あの方のね、すごいこう上品というか綺麗に召し上がる、後半でもやっぱバトルやってるじゃないですか、なんかねすごい近しいものを感じるというか、もうこれからもっとこう現場を共にしたいなというか、そしていずれね遅かれ早かれ確実にもっとこうガン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 テレビというかメディアに出ていく方なんだろうなっていうのをすごい感じながら食べてました。でね、チャレンジもそうなんですけど、もうそのまずねもうスタートの段階でもう AQ1 さんのね、あごめんなさいね、こっちの画面がね赤くなって、たまにこう変色したんですけど本当ごめんなさい、いや結構変色してるなこれな、ごめんなさい、別に緊急事態じゃないんですよ別に、カラータイムはピカピカ光ってるわけじゃなくて、単純にカメラがこう明るいとかあれとか判断しちゃってる、この iPhone の頭いいかやつが、はいすいませんって感じなんですけれど、まず圧倒的に平和な空気で包まれてた、ベビちゃんがいて、もちろんねテロップでも入れたんですけれど、ゆりもりちゃんだけじゃなくね、面倒というかちゃんとお子様のあれを見てくれる方はいらっしゃるんですけれども、でもやっぱ寝る前だったんですよちょうどね、始まる時が眠くて、でミルク飲んだりなんだりっていう感じで、まあこういうタイミングで始めちゃった僕もあれなんですけども、くれぐれもこれ誰も悪くないので、そういうちょっと誤解というか、そこだけはちょっとお願いします本当にっていう上でのお話なんですけれど、なんかちょっと一瞬時が止まっちゃってね、こういう時何考えてるかっていうと、まず心を折らないように、ぶっちゃけこの諦めようと思えばいつでも諦められるわけじゃないですか、心折れてギブアップっていうかそれまでなんですけど、やっぱね限界の先行きたくて、でもどうなるか分かんないじゃないですか、
未だにそうなんですよ。これ以上行ったら、いや本当にやばいっていうところが、もう本当にその、まあ、事故るというか、まあ、あんまり多くは言いませんけど、事故るギリギリ手前というか、でもそこで止めるのもよし、行くのもよしなんですけど、やっぱね、行った方が楽しいんですよ。うん、もう訳分かんなくなっちゃうというか、うん、まあ正直迷惑かかる可能性はあるんですよ。だからここはもう何とも言えない、賛否いろんなと思うんですけど、やっぱね、僕はやっぱ行っちゃうのが楽しい、うん、しんどいんだけど、その向こう側っていうかね、ただね、そのめちゃくちゃ時間かかるんですよね、うん、だから本当申し訳ない。でその間もね、ずっとこう見てくれてるわけですよ。でこの結局っていうか、そのこういうその複数人いると、みんな動画撮ってチャレンジやってるから、そのチャレンジャーないし、その動画撮りの気持ちがわかるというか。だから例えば、まあごめんなさい、そのまああんまり横切んないようにするとか、喋んないようにするとか、まあいろいろあるじゃないですか。っていうので、なんかね、申し訳ねえなっていう気持ちはあったんですけども、もうここまで来るとさすがにもうわからん。もう自分のこと精一杯、ちょっとでも他の方に気が入ったら確実にこんなんもね、無理、何もできなくなる。だからもう、あの全集中あるじゃないですか、鬼滅の、あんな感じです。本当に胃袋とか喉とかに、結局これ何をしてるかっていうと、もう腹パンでもう口から出てきそうになるんですよ。なるんだけど、それを無理くり喉で止めて押し込めながらさらに入れるっていう感じなんですよね。これ何をしてるかって、僕はですよ、僕の感覚は。なのでちょっとでも気緩むと、その喉から下の部分の注意がこうできなくなって、散漫になって、結局その逆流していくという感じになってしまうんですね。ということは、つまり事故るってことなんですけども、でもそうなっちゃったら食べきれないじゃないですか。事故った時点で終わりじゃないですか。だからそれは嫌なんですよ。だからそこをギリギリ攻めながらやってるというか、もうギリギリも何もねえか、もうなんかもうネクストステージって感じっすね。もう新世界って感じっすわ、これ。そうだね。本当に結構久々のあれだったんですけど、やっぱりこういう風にやってくださる方がいらっしゃるから強くなれるっていうのはめちゃくちゃある。やっぱりその周りの方に育てられてるっていうのは正直あります、かなり。なんかね、どうしても自分で選んじゃうと、どこか無意識に安牌選んじゃいがちなんですよ。ギリ食べれるみたいな。でもね、やっぱそれだとね、現状維持なんですよね。確か賛否いろいろあるし、いろんな方に迷惑かかってるし、方とか物とかね、それ全く本当にその通りなんですけれど、でもやっぱファイターとして見た時に、やっぱ現状維持なんですよね。まあそこをまたね、動画に撮る撮らないというのは別の話になってくると思うんだけど、でもやっぱね、楽しいんだよな、こうやってやってんのかな、だからよくこのきつい時って何考えてるんですかとかっていう聞いてくださる方いるんですけど、何も考えてないですよね、考えたらもう本当にダメになっていくんで。あとね結構戦うのがこのギブこうしたら楽になるのかなとかって誘惑とかあるんですよ。でこのやっぱ気持ちの面でちょっとやっぱ、もう無理だったけど、もう食べなくていいじゃないけど、もう戦い終わったみたいな、そういう風な逃げの思考に入るともうダメだし、もう根本として終わってますよね、ファイターとしてね。いやでもどうなんだろう、自分でピリオド打つっていうのは、退くも勇気だけどな、でも今の僕はそんな感じですかね。でもやっぱ思った、やっぱ実力が圧倒的にね、その休み明け云々よりもね、なんかやっぱ何なんだろうね、そのアメリカのホットドッグを目標っていう感じですけど、目標ですけど、近年はなくて、やっぱなんかちょっと気持ちの面でこうすり替わっちゃってる部分あんのかな、てかそういうことを理由にして、それとも僕が怠ってるだけなのか分かりませんが、どっちみちめちゃくちゃ今弱太郎ですね、弱者、圧倒的弱者、情けないっていうか、もう戦う資格すらないレベルの、やっぱ戦う身を現場に身を置いておく
とかやっぱ厳しい環境に自分から身を置いとかないと、うん、やっぱ腐るね、うん、それはすごい思う。だからまあ腐ってるマックス鈴木を見ていただいてる感じですかね。腐れ鈴木ですね。だからこれは、うん、中でも付き合ってくださる皆様に本当感謝ですね。でね、言っちゃったら、もう少しかなで動画は終わるんですけれども、もうどうしよう、これ言っちゃうか、これもうこれ食べて僕ギブアップします。なので本当に動画でも言ってるんですけども、本当にお残ししてしまって申し訳ございません。持って帰れるものはお持ち帰りさせていただいていく感じなんですけれども、本当に申し訳ございませんでした。失礼します。以上です。ギブアップ、本当ごめんなさい。ギブアップ。よくわかんないですもう。多分2時間ぐらいです約。すごいわ。じゃあ本当すいません。ごめんなさい、残しました。すいません。持ち帰りできるものは持ち帰りって思ったんですけど、多分これぐらいしかないんですよね。いや本当すいませんでした。一から電話しておきます。また電話してきますんで。以上でございます。ありがとうございました。もう最後はもう本当ちびっ公演があったから。いけた。じゃあね。また本当すいませんでした。いやしんどいわ。やべ、ズボン脱げそう。ベルト緩めてるから。バイバイ。2時間だ。